最後の一周念のためなんで激しく取りました。はい、今回はですねタミヤの旧車バギー最高峰イグレス対強小のカリスマオプティマの対戦動画です。対戦方式はそれぞれ単走で追いカメラでの走行動画の勝負となります。タイムはもうオプティマが勝つので私は編集時に測ったりしませんので、見てる視聴者様ご自身の手でストップウォッチで測ってみてください。さあちょっとマニアの方はねもうイグレスがオプティマに勝つわけないだろうっていうのは思ってるんでしょうけど、そこはちょっとマニアじゃない人のために言わないでおいてくださいね。対戦方式としましてはお互いゼロ発進から用意スタートでこの RC サーキット大黒屋さんが舞台でサーキット走行量無用のサーキットですよ。ここを舞台に用意スタートの10周のトータルタイムでの勝負となります。視聴者様興味のある方はタイムを測ってみてください。10周のトータルタイムでどちらの方が どんだけ速いとか、ラップタイムはどちらの方がどんだけ速いとか、そんな感じで楽しんでみてください。私のイグレス頑張ってセッティングして、まあイグレスの中では結構早く仕上げられたと思います。タミヤファンの方応援をよろしくお願いします。ではここからは早速それぞれ単体での10周走行動画のスタートです。補足ですが私の方は専属カメラマンがいませんので、ビデオカメラを手で持って操縦してますので手ぶれなんかあったり、イグレスが枠から画角から外れたりする可能性もありますが、その辺はご了承ください。対戦相手のオプティマの YouTube チャンネル名たい焼き食べたいさんは、専属カメラマンがいらっしゃいますので綺麗に撮れてると思います。もしよろしければですよ、イグレス対オプティマという車単体での勝負で見るなら、ビデオカメラ持ってるので私のじゃないイグレスの方は、そうですね1周 0.1 秒ぐらい、早いことにして測ってみていただけると、本当の意味でのイグレス対オプティマになるのかなと思います。ではよろしくお願いします。はい、ではカメラを持ちながら10周のトータルタイムを測る勝負の動画ですね。てってってってさあスタートしました。オプティマと何秒遅れか、もう負けること前提ですけど頑張ってます。1ミスりました。3かな、3。頑張れタミヤファンの人応援してくださいよ。タッチ、さあラスト2周頑張れ、失敗してもいいぞ、どうせ負けるんだから。
あれ何種だ、9かな、ラスト。ラストだ、ゴールかな、念のためもう一周。最後の一周、念のためなんで激しく取りました。えい、スタート。ゴールです。はい、たい焼き食べたいさん、見事な走りありがとうございました。私が見る限り皆さんも見て、ここまで見た方は分かると思うんですけど、どう考えてもオプティマの方が早いですね。ここからはノーサイドということで、仲良く2台でゆっくりかな、ガシガシか分かりませんけど走る動画となります。よろしくお願いします。
はい、いかがでしたでしょうか。たい焼き食べたいさん、ご協力ありがとうございました。おかげで視聴者さんのためではなく、私にとっていい動画が撮れました。イグレスはまあ負けて当然なんですけど、私の中で過去のイグレス、裏チャンネルの方でセッティングしたよみたいな動画上げてましたが、一番よく仕上がって一番いい走りでした。それでもオプティマ、まあまだ今のところ分かりませんけど、オプティマに負けてすっきりとしたとこですね。イグレスの実力は出せたと思います。タミヤの旧車バギー最高峰イグレス対強勝のカリスマオプティマの VS 動画でした。ありがとうございました。